Peggy 12. それにしてもこんなでけえ町、初めて来たな。私もです。花咲く都クロッカス、フィオーレ王国の首都だからね。それでお花がいっぱいなんですね。やっと来たか、お前たち。マスター。参加の手続きは済ませてきたぞ。フェアリーテイルの力、見せてくれるわい。おい、フェアリーテイルだって。あいつらが万年再会の弱小ギルド。誰だ今笑ったの。よせ。どうせ今年も再会だろ。優勝はセイバートゥースで決まりさ。笑いたい奴には笑わせとけ。くっそー。よいか、3000万じょ。フィオーレ一のギルドを目指すため全力を出すんじゃ。このままではわしらの命を救ってくれた初代に顔向けできん。よし、よし。何？競技は明日からのわけだが、いかんせん内容がわからんの。毎年やってる競技が違うのか。私も一応過去の記録読んだけど、競技に一貫性がないのよね。ま、出たとこ勝負ってわけか。バトルだったらいいな。謎の魔力に謎の競技か。エルザ、明日までに公式ルールブックを読んでおけ。これを読めと。任せて、風読みのメガネ持ってるから。かいつまんで説明すると、大事なことは3つかな。まずは各ギルドのマスターは参加できないこと。ま、そうじゃろうな。ギルドの紋章をつけていないものを客人として参加させないこと。ま、それも当然だな。各競技は競技開始直前まで秘匿とし、各競技のルールもそこで説明される。試合によってルールや出場できる人数が全然違うみたいだから注意してね。出場者はすでに決めておる。ナツ、グレイ、エルザ。ここまでは順当よね。あと二人はルーシーとウェンディじゃ。えぇ、無理ですよ。
ラクサスさんやガジルさんもいるでしょ。だってまだ帰ってこないんだもん。マスターは個々の力よりチーム力で判断したんだ。選ばれたからには全力でやろう。うん、そうだね。あ、最後に注意書きがある。参加者は指定された宿に12時までに帰ること。12時？いつの？今日の夜中ってことでしょ。ガラスの靴を履いたお姫様みてえだな。12時指定された宿。まだたっぷり時間があるじゃねえか。せっかくこんなにでけえ町来たんだ。探検するぞ。はいさ。よし、そうだな。それならいいレストランがこの町にある。リオン！大魔党演舞に出るんだってな、ブレイ。まあ優勝するのは俺たちラミアスケールだがな。一つ賭けをしよう。ラミアスケールが優勝した暁にはジュビアを俺たちのギルドがもらう。なんじゃそりゃ。俺たちが勝ったらジュビアをお前たちに返そう。もともと俺たちのギルドだよ。男と男の約束だ。忘れるなよ、グレイ。賭けになってねえだろうが。ふざけんな。負けるのが怖いのか。なんだと？グレイ様、ジュビアを取るかリオン様を取るかはっきりしてください。お前全然話見えてねえだろ。
おう。よし。何？よし。よし。どうすっかな。そろそろ12時だわ。ところでウェンディはまだか。シャルルと一緒のはずだし、迷子になるとは思えないんだけど。もうすぐ12時か。あんな小さい子がこんな夜遅くまで。夜更かし、悪友、不良。ああ、どうしよう。小説書きはみんなこういう想像力なのか。よう、差し入れに来たぜ。いよいよ明日だね。エルフマン、リサーナ。山ごもりから戻ってたのか。かなり力をつけたつもりだったのに、先行から外れるとは。うわ、俺も出て、リサーナや姉ちゃんにいいとこ見せて。大魔党演舞にお集まりのギルドの皆さん、おはようございます。これより参加チーム113を8つに絞るための予選を開始します。予選だと？聞いてないぞ。 113？フィオーレ中のギルドの数にしては多すぎるような。予選ならば事前に通達しておけばよいもの。不可解な段取り、多すぎるギルド、謎の魔力。怪しむべきは主催者側か。毎年参加ギルドが増えて内容が薄くなってるとの指摘をいただき、今年は本戦を8チームのみで行うことになりました。予選のルールは簡単。これから皆さんには競争をしてもらいます。ゴールは本戦会場ドムスフラウ、先着8チームの本戦出場となります。魔法の使用は自由、制限はありません。早くゴールした上位8チームのみ予選突破となります。ただし5人全員揃ってゴールしないと失格。それと迷宮で命を落としても責任は取りませんので。大魔党演舞予選、スカイラビリンス開始。競争っつうなら急がねえとな。待て、ゴールの規定が5人揃ってだぞ。ウェンディがまだいない。ウェンディ、ウェンディがいなくても男がここにいる。メンバー変更じゃい。仕方ねえか。ウェンディを待ってる時間もなさそうだし。頼むぞエリフマン。任せておけ。チームフェアリーテイル、行くぞ。
行くぜ。ラビリンスはそれ自体が回転する複雑な迷路だったけど、私たちが力を合わせれば楽勝。あっという間に踏破した。おめでとうございます。予選通過決定です。よし、そりゃそうだろう。すっげえ順調だったし。もしかして私たち1位？いいえ、8位です。ギリギリ通過です。え、予選通過できたんだし、本戦頑張ればいいよね。ああ、明日から本戦。燃えてきた。さあ、参加チームの発表だ。名前に反した荒くれ集団、フェアリーテイル。ブーイングだと。大陸中を騒がせた天狼組の機関により、フィオーレ1となるか。気にするな、ルーシー。仲間の声援があればそれだけでいい。ブレイブレイ
速。マスターメイルス、応援に来ちゃいました。来ちゃいました。やだ。大丈夫です。ギルドの名称をつけた人しか私のことは見えてませんから。いや、そういう問題なの。だってずっと天狼島にいるのも知らないですよ。初代が見守ってくれるとは心強いな。幽霊だけどな。さあ、続いては予選7位、地獄の猟犬軍団、クワトロ・ケルベロス。6位には女性だけのフィールド、大海原のマイティネ、マーメイドヒール。5位は漆黒にきらめく青き翼、ブルーペガサス。4位、愛と戦いの面に聖なる破壊者、ラミアスケール。続いて3位、これは意外、初出場ギルドだ、真夜中遊撃隊、レイヴンテイル。レイヴンテイルだ。これはマスターの息子、イワンのギルド。闇ギルドじゃ。こんなのが大魔闘演舞に参加してよいのか。おお、最近正規ギルドに認可されてたみたい。イワンめ、ふざけおって、どんな手を使って。お前らがウェンディア許さねえぞ。残り2チーム、セイバーテスト、あと何だろう。まだ強いギルドが隠れてやがった。ジェラールの言っていた魔力と関係あるのか。さあ、予選2チームの発表だ。おっと、これは意外、落ちた羽の羽ばたく鍵となるのか。まさか、まさかのフェアリーテイル B チームだ。なに、姉ちゃん、ガジル、準備を。ラクサスとか反則でしょ。つーか、つーか、つーか、なんでミストガンがいるんだよ。まさかお前、ジェラール。マジか。今回からのルール改正により、各ギルドは2チームまで参加できるようになっています。そっか、だから参加チームの数が多かった。冗談じゃねえ。たとえ同じギルドだろうが、勝負は全力、手加減はなしだ。別チームとして出場したからには敵、負けねえぞこの野郎。望むところだよ、予選8位のチーム3。ガジルはだいぶ力をつけてきたぞ。ナイツだって負けないよ。それにしても B チームすげえ強そうだな。さあ、いよいよ予選突破チームも残すとこあと1つ。最強、天下無敵、これぞ絶対王者や、セイバートゥースだ。出てきたか。楽しもうぜ、夏さん。何ガンタレてんだこれ。ガジル、あれがフィオーレ最強のギルドか。絶対負けるな、ナイツ、ガジル。頑張ってください、ステイカ君。クロンを応援する。あの客席にいるのエクシーだ。